一機などで用いられた円環状の署名形式。単に傘連番とも、別名、傘形連番状車連番状わらざ会場。通常の連番状形式では、筆頭者が外環状の上の乗席者とみなされるが、傘連番状では、皆が中心より放射状に署名するため筆頭者が判別できない。 国人の同盟体である国一揆において内部の上下関係はなく皆対等な立場あると評するため、あるいは百姓一揆等において首謀者を隠すために用いられた。まず、この署名形式を用いたのは中世の武家であり、同盟や連盟関係にあった武士同士のどちらかが先に署名した場合、外観的に上下関係が生じてしまう恐れがあり、立場は 皆同じであるという配慮と意思表示から生じた連番状の形式であった。このような状況から円形になる要放射状に署名する形式は登場した。これが金星になり百姓一揆の際に首謀者を隠す目的でこの方法が用いられるようになった。金星における傘連番状には署名だけでなく印鑑と一揆を起こした年イコール言号も記されている。 こうして、支配層よりも身分的弱者が多く用いる時代に移った。現代では、小学生、中学生、高校生などの卒業式の記念の一環として、こうした署名方法が用いられる場合がある。このほか、集団的スポーツのプロチーム、団体などが何らかの記念として、サインの寄せ書きをするとき、このような形式を用いられる場合がある。その場合、 色紙に限らず、旗、服、ボールなど各対象は多様である。江戸時代に起きた一気に使われた。